俺はウエストランドの代弁者だ。おお、ということで、またもね、あのメガロドンが謎の通信にて非常に怪しいことを言っておりました。まあ、これまでの通信をね、超簡単にまとめると、まず一つはね、俺のリバヤさんにニトロが補充されたら、ぐー、その牙はこの島を食い裂くだろうということで、このメガロドンの船の名前がリバヤさんとなっていて、空は黒ずみ、まあ、空は真っ黒になって、海岸は真っ二つに引き裂かれて、ちっぽけな町たちも飲み込んでしまうだろう。全てを破壊尽くすぞみたいなことをね、メガロドンが言っていたこと。そしてね、個人的にめちゃめちゃ気になるのが、例えばクロムボの頭のサイズでゴーということで、クロムボの頭のサイズのパンドラの宝石を見つけることができたら持ってきてくれみたいなことを言ってたんですけど、まあ、メガロドンはね、クロムボの存在を知っている。あのチャプター3のね、クロムボについて伏線を張っていました。さあ、そしてもう一つがね、お前らワンダラーの邪魔はするなよゴーということで、だからワンダラーはね、このフォートナイトの島に重要な用事がある。そしてね、俺たちには共通の目的があるんでな。メガロドンとワンダラーにはね、共通の目的があると言ってました。ただね、メガロドンにもワンダラーの中のね、顔を見せてくれないと。どうもね、メガロドンにとってはメガロドンとワンダラーは対等な関係の仲間だと自分で思ってるようなんですけど、メガロドンのその話しぶりを聞いてる限りと、あとね、ロード画面でワンダラーがね、後ろにポツンと立っている感じを見ると、メガロドンは単純にワンダラーにそそのかされてというか、ワンダラーにね、裏で操られているだけのような気がします。さあ、そんなメガロドンの謎の通信なんですけど、今回ね、新たに謎の通信が追加されておりましたので、それを聞いていきましょう。今日は俺の誕生日ということにする。そして欲しいプレゼントがある。あの落ち目野郎のジョーンズ、そして自身もホープというベテンシアーティストだ。奴らは俺の大事な宝石を集めている。パンドラの宝石だ。今今知ったらありゃしねえ。宝石は俺のもんだ。誰にも渡さねえ。俺のことを慕うならば、恐れるならば、奴らの首を持ってこい。さあ、メガロドンはね、今日は俺の誕生日ということにするということで、なんか無理やりね、今日を自分の誕生日という風に設定して、なんでね、そういう風に設定したかというと、何やらね、欲しいプレゼントがあるとのことです。まあ、そのプレゼントの内容っていうのが、あの落ち目野郎のジョーンズと、自身をホープと呼ぶペテンシアーティスト、そのね、二人のね、首を持ってこいって言ってるんですけど、このね、メガロドンのね、この言い方、自身をホープと呼ぶペテンシアーティスト、ということは、このホープは、本名が別にあって、ホープはね、自分のことを自分がね、この世界の希望だと言わんばかりに、まあ、自分のことをホープと呼んでるみたいですね。もしかするとホープにはね、本当の名前が隠されてる可能性がありそうです。で、メガロドンがね、怒ってる理由は、メガロドンとかワンダラーが集めているパンドラの宝石をね、ジョーンズとホープが集めちゃってるんで、その邪魔をしているジョーンズとホープの首を持ってこいとワンダラーは言っておりますね。あと、ここでジョーンズのことをね、落ち目野郎って言ってるのもね、あまりにもおかしいんですよね。ジョーンズはチャプター5に入って、ピーリーがね、誘拐されてしまったんで、ソサイティをホープと共に崩壊させてピーリーを救い出した。まあ、これはピーリーにとって英雄ですよね、ジョーンズ。そしてね、シーズン2では神様たちが出てきたんで、まあ、ホープとかメデューサ、そして我々ルーパーと協力して神様たちを討ち取った。神様たちを倒して世界を救ってるので、全然落ち目じゃないんですよ。ジョーンズはもうこれまでもね、世界を救ってずっと英雄だったんですけど、チャプター5でも明らかに英雄的な動きをしていて、全然落ち目じゃないんですよね。まあ、ジョーンズの落ち目って言ったら、チャプター2で IO を辞めてたりとか、チャプター1、チャプター2、チャプター3ではね、ジョーンズはなんかお茶目キャラ的なね、そういう存在だったんで、過去のジョーンズは落ち目だったと言われてもね、確かに納得いけるんですけど、ここでね、メガロドンがジョーンズのことを落ち目やろうって言ってるっていうことは、さっきのさ、なんでかメガロドンがチャプター3のクロムボのね、ことを知っていたので、もうそれも合わせるとやっぱりメガロドンはチャプター1からチャプター3のこと、過去の世界、ジョーンズはね、タイムマシーンに乗って別の世界からやってきてるんですけど、まあ、過去の世界っていうか未来の世界というか別の世界線のことをね、なぜか知ってるんですよね。これがあまりにも謎すぎて、まあ、もしかしたらこのワンダラっていうやつがやっぱり相当やばいやつ、これまでジェノじゃないかっていう考察もしてたりするんですけど、過去の世界のことも知ってるようなとんでもないやつで、ワンダラがそのことをメガロドンに伝えたんでね、メガロドンがジョーンズのことを落ち目やろうと言ってるのかもしれません。さあ、そしてね、もう一つ謎の通信が追加されていました。では聞いてください。知ってるぞ、俺を監視しているな。配管が徐々に伸びていってる。腹をニトロで満たすのを今か今かと
直任してろ。俺は止められないぞ。賢い友のお墨付きだからな。さあ、これについてはね、知ってるぞ。俺も監視しているが、パイプが徐々に伸びていってる。このパイプっていうのはもう皆さんわかりますよね。このレッドラインリグで、パイプがね、実は、この辺ぐらいまでしか伸びてなかったんですけど、この前のアップデートでそれがほぼほぼ繋がりました。まあ、完全には繋がってないです。あとほんのちょっとでね、ブルータルビーチヘッドのリバイアさんという名前のシャーク船とね、繋がるところまでやってきております。で、メガロドンもね、パイプが徐々に伸びていってる。腹をニトロで満たそうと、このシャーク船にニトロが満たされると、リバイアさんが動き出して、この海岸線を真っ二つにしたり、空がね、空が黒ずみって言ってるのは、多分もう全部燃やし尽くして、爆発させたりなんたりして、空が真っ黒に、煙で真っ黒に黒焦げたようになっちゃったりして、さらにね、ちっぽけな街も破壊するって言ってるんで、この辺の街も全部破壊するって言ってるんですけど、まあ、シーズン3からシーズン4ではね、そんなに街が全部破壊されることはないとは思っておりますが、今かと待っている獣までが、そいつで引き裂かれることになる。これはどういう意味なんですかね。今かと待ってる獣って言われると、個人的にはこのメガロドン本人を思っちゃうんですけどね。シャーク船にニトロが補充されるのを今かと待っている獣って言ったら、そのニトロをつなげたいメガロドン、もしくはその旧約聖書に登場するリバヤさんの名前が付けられたこの船、どっちかですよね。その待っている獣までがそいつで引き裂かれることになる。なんかね、この言い回しがちょっと不思議でたまりませんというか、なんか日本語がおかしい気がしますね。で、今のうちちょこまかしてる俺は止められないぞ。賢い友のお墨付きだからな。この賢い友っていうのがワンダラーでしょうね。筋肉バカって言ったらあれですけど、力任せなメガロドンに対して、力はないけど頭がめっちゃいいのがワンダラーなんでしょうね。その賢いお友達、ワンダラーのお墨付きだからな。まあ、この言い回しを聞いてもね、なんかメガロドンはワンダラーにいいように言われてるだけ。ワンダラーにこうやってニトロで補充してリバイアさんで破壊したらいいことがあるぞ、パンドラの宝石を集めたらもっと強くなれるぞってそそのかされて、メガロドンはね、ただただワンダラーに操られているだけの可能性が高そうですね。シーズン3のボスはメガロドンで、シーズン4のボスがね、ワンダラーという考え方でいいんじゃないかと思っています。ということで、謎の通信が追加されていましたので、その紹介と考察の動画でした。シーズン3のね、ライブイベントがどうなるのか楽しみな人は高評価を押して教えてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。